どうも、クーニンです。本日は1月に行われました、北海道日本ハムファイターズ伊藤大海投手の野球教室に密着いたします。午前の部第1部は野球始めたての子供たちとの交流会。参加者全員とキャッチボールをして握手をします。笑みがこぼれる伊藤選手。今日伊藤選手とキャッチボールしてみてどうでしたか？楽しかった。楽しかった。野球はいつからやってるんですか？10月ぐらいから。去年の10月。じゃあまだ野球始めて3ヶ月ぐらいなのかな？野球のどこが楽しいですか？気持ちいいから。気持ちいいから。じゃあ将来伊藤選手のようなすごいピッチャーになれるようにこれからも野球続けて頑張ってくださいね。はい、野球人口拡大のため動いた伊藤選手。江川さん、今回はこんな素敵な会に呼んでいただきましてありがとうございます。いいえ、こちらこそありがとうございます。今回はタイタイさん主催の野球教室。そうですね。でなんか伊藤選手とタイタイさんが今契約してて。そうですね。で伊藤選手から少年たちと何か野球イベントをして野球の人口拡大につなげるような何か盛り上げをしたいということで今回タイタイさんが間入って僕も呼んでいただいたということでございます。はい、ございます。またぜひともよろしくお願いいたします。お願いします。でこの午後の部は、はい、伊藤投手がみんなの前でガチ投げ披露して、はい、プロ野球選手ってすごいんだぞっていうところを見せたい。はい、なので15分ちゃんとしたアップをしたいっていうアップの見本も見せつつ、はい、本格的な投球をして、はい、より野球に熱を入れてもらおうという、はい、そういう企画です。今回は、はい、昨日から気合入ってたみたいなので。そうなんですか。はい、全力で投げれることを祈ります。午後の部は野球経験のある小学生たちとの交流会。まずは小学生たちと一緒にお弁当を食べる伊藤選手。お弁当嫌いなものない？全部食べれる？いや、梅干し。梅干しが嫌い。梅干しが嫌いだ。みんな梅干し嫌なんだね。はい、梅干し嫌いっす。梅干し嫌い。いやでも梅干し嫌い。梅干し嫌い。今日はチャレンジしてる。伊藤さん、子供たちの梅干しがみんな嫌いだそうですけど。僕もちっちゃい時嫌いです。嫌いですか？最近食べるようになりましたけど。最近。伊藤投手、食トレとかされてるんですか？食トレ、今年のオフというか、はい、今年はすごいその食事に見直して、ちょっと今までそのサプリメント頼ってたとこう食事で補うようにして、はい、食べることをすごい大事にしてやってました。体重は何キロがベストなんですか？85でキャンプインしたいなと思って今そのぐらいでちょうど、はい、85キロで体脂肪率は 14% ぐらい。15% ですよね。これは遠目で入って絞っていくような。そうです。あんまり絞りすぎてもって感じなんで、はい、そのぐらいを維持できたら。これから伊藤選手のお手本アップですけども、はい、大学時代取材した際は、はい、アップで1時間半ぐらいされてましたけど、今1時間半ぐらい結構ルーティン変わりましたか？結構やっぱいいものが自分に合うものをまたいろいろ出して進化されていたんです。はい、アップで大事にすることって何ですか？アップ整えるというか、はい、できるだけ同じような状態でキャッチボールの1球目投げられるような準備調整というか、ちょっとこだわってやってますね。普段はストレッチポールとかそういうのからやるんですけど、今日ちょっと立ってもできるようなこと、下から上に整えていくというか、やってみようか一緒に。ちょっと広がって、ちょっとこう深めに、で片手落として、これ結構好きなんですけど、太ももの内側でこうバウンドするような感じで、でそれにこう腕もつけて、屈伸みたいな感じで後ろ自分のかかと掴んで、でこうなるべくかかと浮かさずに、あ待って無理、お尻の下の方がこの辺がストレッチかかるような感じで、ちょっと早めにこう10回ぐらい、こういうスタートとか、そのイメージで、さっきと同じとこを片足だけ、
足首使います。足首掴んで後ろに10歩。足首掴んで後ろに10歩で前に10歩。そのまま閉じちゃってこういう感じで股関節出して、まだみんな柔らかいから体が、今からこういうことやっておくと、俺みたいにこう大人になった時に硬くてどうしようもなんないっていうふうにならないんで、今やっておくとすごいいいかも。さっきもやってたっけ、アキレス腱伸ばすときに足の指を、後ろ足の指を丸めてください。靴の中で指をこうグーにする感じで、でアキレス腱伸ばすといつもより多分伸び方がちょっと違くて、ちょっとこっちの方がきつくないですか。まあ、後ろ足正面がここで、でこっちにこう体重かけて、でこれ結構なんだピッチャーって横の動きが多いんで、こういう動きを投げる前に入れとかないといきなりやると、まあ、内転筋群っていうんですけど、内側の筋肉が疲れちゃったり怪我しちゃったりするんで、ストレッチってちょっと刺激入れるような。ちょっと広がって、これお家の壁とかで壁に向かって足つけてやってもいいです。ちょっと上がって登ってきたら、上行く前にちょっと正座して、ここに手やつが登れるぐらいだ。でそれを体の方にくるっと押し込んでくる。でこの時に深呼吸しながら吐く時にフーってこう、ここの骨あるでしょ、こう一本一本、あれにこう指が沿ってるような形で、これは脇腹とかの肉離れ防止でやってます。得意な方とか苦手な方があると思うので、これ全然お家でテレビとか見ながら座ってやってます。手まっすぐ開いて、でなるべくここを動かさないように手をこう横に横に、ここ止めたまま、左足の方がいいかな、ここは残したまま横に横にこう、やめてこれ、なんで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 、ここからはちょっと腕回りいきます。斜め斜め、でこの時にちょっとこう足つけてあげるとリズム感が、なんかちょっと大きいものをこう電柱とかをこう抱きかかえるぐらい丸く遠くに。オッケー。ランジみたいな、ここでこういう風に進むんで、あっち向きで。向こう側も広がろ。向こう側も。指並ぼう。並んで前に進んでいこう。で、ちょっとこう横に動き入れながら。手伸ばして、ちょっとこう、この時に反対側の伸ばしてない方の手をぐーっとこう体にぎゅーっと寄せていく。で、下も
絞っててください。で、一回。で、反対も一緒です。ジャンプで。この時なるべく膝をこう曲げずに足だけで。ね、飛べる人はもうどんどん手つけて。よし、もう一回また歩きます。でちょっと今上と下を動かしたんで連動させていくのにこの状態でこうでここまであでなるべく低い姿勢OK で足取ります。片端だけで3歩進む。なるべく浮かしてる足は上げたまま。こんな感じです。本当はもっと多いんだけど今日大体こんぐらいにして、でちょっとインナーとかチューブトレーニングそれやって、実際に投げるんで。お尻の付け根から動かすイメージ。その分ついてちょっとお尻の、まあ、僕だったらスイッチ系の人、お尻のスイッチをゲームじゃないです、お尻の電源を入れるようなイメージでちょっとこう刺激入れて。風呂入ってるのは外に行って大きな怪我してないんですけど、これが大きいというか前に続けていることなんで、雨が続いてなんかそういう怪我予防になってたんですけど、よし、ちょっと実際スパイク履いて投げるんで見やすいところで見せてください。伊藤さん、今日野球教室やってみていかがでしたか？いや、楽しかったです。本当に僕の方が楽しんでたかもしれないです。こんなにも技術的にノウハウをしっかりと詰め込んだ野球教室も珍しいと思いますよ。そうですかね。でもなんかせっかくやるのであればしっかりしたものをこう伝えたいなっていうのが一つと、まあ、それはタイタイさんともそういう話をしてたんで、はい、4シーズン服は汗だく。
持ちは負けたくないから駆け出す、あの土の上で輝く。